ここだね。いらっしゃい。何か探し物かも。うん、古文書とか歴史書なんだけど、最近入荷したって聞いてね。はあ、お客さんなかなかいい耳を持ってるもん。他の店では手に入らないような珍しい本がいっぱい入荷したもん。へえ、そうなんだ。期待しちゃうよ。ゆっくり見ていくといいもん。きっと満足してもらえるもん。もちろんそのつもりだけどね。どれどれ、品揃えは。へえ、本だけじゃなく石板や巻物もあるのか。お、これはスペルビアの建築の歴史か。こんなものもあるんだ。いいね、これ面白そうだよ。よう、ペララ、頼んでいたものは手に入ったかも。これはこれは、毎度どうも。この間入荷してきたもん。ああ、それそれ、そこのお嬢さんが持ってる本がそうも。ん？すまないも、そこの人。それは私が探していた本も渡してくれも。え？いや、これ僕が読むんだけど。いや、悪いが、それは私が先に頼んでいたものだもん。早く渡すの。嫌だよ、僕が先に手に取ったんだから。頭の悪い人だもん。それは私のものだと言っているもん。誰の頭が悪いって？僕が誰だか分かってそんな口を聞いてるの？お前が誰かなんて知らないし、興味もないもん。いいから早く本を渡すもん。まったく聞き分けのないノポンだな。いいよ、本を渡してあげる。まったく、最初から素直にそうするもん。ただし、僕と知恵比べをして勝てたらの話だけどね。ほう、私と知識を競うつもりかも。面白い、返り討ちにしてやるもん。それでお題はどうしようか。公平を期すため、そこのドライバーにお題を決めてもらうもん。アヴァリティアの歴史についてやな。なるほど、いいね。早速始めようか。このアヴァリティアの始祖はノポンの商人だと言われているんだけど。もちろんそのくらい常識も。しかもそのノポンはドライバーだったもん。ではそのノポンのドライバーが自分のブレードを戦いの道具ではなく商売の道具にしたことは知ってるかな？彼は戦争により混乱した時代にブレードの能力を最大限に利用し、紛争や震災で危険な地域に積極的に赴き、さまざまな交易で富を得たという話も。さらにそのノポンはあのキャプテンノポポンの末裔とも言われている。キャプテンノポポンは全ての雲海をすべ、後のノポン商会を生んだ男と呼ばれているも。そんな偉大な男の末裔だから、アヴァリティア商会を作ったとしても何ら不思議はないよね。へえ、さすがだね。学者を名乗るだけのことはあるよ。いやいや、お前も大したものだもん。この私の話についてこれるものはそうはいないもん。この勝負は引き分けかな。そうもそうも、お互い優劣はつけられない戦いだったもん。それでどちらが本を買ってくれるんだもん。その本はお前に渡すもん。え？お前に読まれるのならその本もきっと喜ぶもん。
ありがとう。大事にするよ。また機会があったら熱い戦いがしたいも。うん、それまでにもっとたくさんの知識を身につけておくよ。じゃあこの本をください。お買い上げありがとう。もう7万ゴールドになるもん。へえ、意外と安いな。あ、お金持ってないや。インビディアの歴史についてやな。よろしい、ザ、始めるも。インビディアは現在セイロスア公国を中心とした6つの大貴族によって統治されているよね。だが実は昔は9つの大貴族によって統治されていたも。その中にセイロスア公国と並ぶほどの力を持っていたエンディア公国という貴族が存在していたんだも。しかしそのエンビア公国の長であったハンネスが謎の急死を遂げ、その後長男のジアーニが後を継ぐも数年で病死するも、さらに兄に代わり弟のフィルが家を継ぐが二十歳になる前に同じく病死。このためエンビア公国は没落し、セイロスア公が他の大貴族をまとめ上げインビディア王を名乗るようになったも。このエンビアの継承者の死は未だに謎が多く、未だに他の大貴族による謀略だと噂する者もいるも。しかし話はここでは終わらない。そう、エンビア公国の長であったハンネスは生前グーラ人との間に隠し子を設けていたも。そしてその子供の子孫がグーラに存在していると言われている。もしそれが事実なら現在のインビディア王室の存続にも関わる大事件だも。へえ、さすがだね。学者を名乗るだけのことはあるよ。いやいや、お前も大したものだも。この私の話についてこれるものはそうはいないも。この勝負は引き分けかな。そうもそうも、お互い優劣はつけられない戦いだったも。それでどちらが本を買ってくれるんだも。その本はお前に渡すも。え？お前に読まれるのならその本もきっと喜ぶも。ありがとう、大事にするよ。また機会があったら熱い戦いがしたいも。うん、それまでにもっとたくさんの知識を身につけておくよ。じゃあこの本をください。お買い上げありがとう。もう7万ゴールドになるも。へえ、意外と安いな。あ、お金持ってないや。